こんにちは、平山茂です。今日は6月28日月曜日でございます。月曜日ですね。やってまいりました、ロト6の日でございます。さあ皆様、本日もお疲れ様でした。あ、時間は3時30分ですね皆様お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。さあ今日はロト6でございます。毎週ねやっておりますけれども、今日こそは当てたい、今日こそは当てますよ、本当に。ただね、ロト6、前回ですね、一等が3口ほど出ました。なので、現在、キャリーオーバーが0円でございます。なので、もし、一等、当選があった場合、まあ、いくらになるんですかね、6億なのか、まあ、はたまた、まあ、売り上げによって変わってくると思うんですけども、ちょっと残念なんですけど、ただ今日は、当たる可能性が非常に高いです。なぜならば、縁起がいいとされる青大将に出会いました。ちょっとね、仕事中待機している間にね、ちょっと川を見てたら、青大将が川を渡ってこっちにね、ヒュル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 っと顔をこう出しながら、ヒュル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 っと来て、うわー蛇だーと思って、そしたらこう陸の方に上がってきてっていうね、まあ動画も一応撮ってるんですけど、ただこう蛇の動画を乗っけると、うわ気持ち悪い、これ蛇の抜け殻になる可能性も、どっちかといえば高いのかなというところで、ちょっと動画は控えます。まあインスタとかにアップしようかなと思ってるんですけど、まあ青大将はね非常に縁起がいいということで、まあもしかしたら今日は当たっちゃうんじゃないかなと思っております。そして今日はもう結構考えました。結構考えました。リアルにね、リアルに言うと3等ぐらいいっちゃうんじゃないかなっていう気がしてます。はい、それでは発表いっちゃいましょうかね。うん、発表ということで、その前に、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫ですからね、あなたは大丈夫ですから。今日のこの後の結果は別として、大丈夫ですから、結果に関わらず大丈夫。では行きましょう、結果発表でございます。結果発表です。行きます。今日は1598回、6月28日一等出てます。一口一等が出てます。ドキドキするな。9 11 26 28 39 43 1、全部よ書いた気がするな、全部な。もう今日は一気にいきます、一気にいきます。よし、ここに今日のやつが書いてあります。タンタンタンタタタンタンタン、結果が出ました。残念。すいませんでした、ごめんなさい。当たらないな、当たらないな、ダメだ、大外れ、大外れでございます。失礼いたしました。来週も引き続きロト6やりますから、お楽しみ。そしてまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。大丈夫、大丈夫。